ストーカーから被害を受けている友人の相談、乗りましょう。一大事じゃないですか、ストーキング被害だなんて。で、見た感じさ、これがもうタイトル画面のこの人がさ、ストーカー、ストーキングしてる人、靴下履いてないけど、はい、主人公の名前、これは自分でいいのかな。じゃあ藤尾で行ってみましょう。藤尾、これが俺か。あのね、ごめん、深刻そうなゲームかなって思って始めたんだけど、あのなんかちょっとバカゲー臭いんだ。え、あいつから相談があるので来てほしいって LINE 来たんだけど、めんどくせえなーって、友達かな、相談したいことがある。そう、来てくれ、ダッシュでな。ここに書けよ、頼む。令和、全然菅さんじゃないし。はい、しょうがねえし、言ったらか。多分あれのことなんだろうな。もう察しはついてんだ。案外余裕ありそうだし、行かなくてもいいかな。おい、行けよ。あ、来たぜ。酒と金目のものよこしな。なんだそれ、これが友達。おお、待ってたよ藤尾、早速相談始めるよ。えらいせっかちゃな、前置きをエンジョイしようぜ。何このアメリカンな感じ。いや、ガチで悩んでることあってさ、誰かにいち早く相談したかったんだよ。そうか、茶化して悪かったな。俺も心身対応するよ。ガチで悩んでるのにあんなスタンプ使ったのか。いいだろそこは。あんな半裸のおっさんのスタンプを。いいんだよ、そこ深掘りするな。実は俺、お前が相談したいことうすうす察してたんだよ。嘘だろ、天才か。やっぱ藤尾はすげえよ。それほどでもねえよ。ズバリお前が悩んでること、それはストーカー被害だろ。どうだ、図星じゃないの。違うけど。違ったじゃん。え、何、じゃこの話終わりじゃん。タイトル破綻してんじゃん。え、マジ。むしろなんでそう思ったんだ。だってお前んちの玄関。バッキーの家みたいなラブコールでびっしりしちゃう。めちゃくちゃある。 I love you、 いつも見てる、大好き、愛してる、私以外見ない、愛して愛して愛して。怖えんだよ、なんで大家さん何も言わないんだろう。別にそれは些細なことだよ、今抱えてる悩みに比べたら。これ以上にあるの。これを些細と言えるお前のメンタルが怖いよ。その悩みってのがさ、おう、聞かせてくれ、あれ以上の悩み。ジョイマンの高木じゃない方ってどういう名前だっけ。どうでもいいって言ったら失礼になるけども、ジョイマンの高木じゃない方。あの、なんだこいつって言ってる方でしょ。俺めっちゃ好きやけど、池谷って読むのかな。そうか、池谷か。いやー、すっきりした、俺の相談に乗ってくれてありがとう。相談しょうもな。池谷さんをしょうもないとか言うなよ。すいません。しょうもないのはお前だよ。てか、その程度のことならググれや。自分で調べればよかったんか。これいつ本題入るのよ。相談は以上です。何それ、単純にバカゲーでした。全然深刻なゲームじゃなかった。終わっていいのか。こいつが気にしてないんならまあいいか。うん、まだ飯食ってないだろ、お礼におごるよ。え、そんな俺いらんわ。肉じゃが、実は肉じゃが余っててさ、ぜひ食っていってくれよ。これなんか嫌な予感するな。この肉じゃが本当にお前が作ったのか。おー、サンキュー、いただきます。うん、これは人が食うもんじゃねえな。って言ってみたいよね。言ってみよう。まずセーブしてもいいか。多分セーブだよな。オッケー、セーブした。人が食うもんじゃねえな。まずい、まるで鉄パイプしゃぶってるみたいだ。なんだそれ、何入れてんだよこれ。実はこれもらいもんだから何入ってるかわからないんだよね。ほら、これこいつさ、全然さ、深刻に受け止めてないけど、これストーカーが作ったもんで、絶対に。てか何、右上のこのハートマイナス200って何。実家から送られてきたのか。いや、お隣さんにお裾分けしまったんだよ。作りすぎちゃったんでどうぞって。ほう、実際にあるんだねそういう。ん、お隣さん、ん、確かにそう言ってたぜ。ん、お前角部屋で逆の方は、あ、お隣なの、俺が住んでるんじゃ。そうなんだ。いやー、驚いたよな、まさか隣同士になるとは。まあそうだな。じゃなくて、俺肉じゃがおすそ分けした覚えないぞ。あれ、でも確かに言ってたんだけどな、赤い服を着た女の人が。あいつじゃん。そのもう一つ隣の家の人が届けてくれたんじゃない。ああ、なるほど。ん、藤尾思考中。おすわけスキップされた。違う違う違う、そういうことじゃないね。俺おすわけスキップされたの。どうでもいい、そんなおすわけスキップされることなんてあんの。
へこむわ、めっちゃへこんでる。どんま、本気で殴るぞ。違う、気づけ藤尾。ふう、爽快爽快。いやー、便足してる。お裾分けをスキップされたというやるせない現実もションベンと共に流しちゃおうってよく考えてみると、俺のもう片方の隣人バッツイチの谷口さんで女性じゃないんだけどな。谷口さんおっさんでもそうなるとあいつが着た赤い服着た隣人って誰だよって話になるし、気づけ藤尾。絶対危ないやつに付きまとわれてるよな。なんだよこの大量の歯ブラシ、絶対そんなにいらねえよ。おいおいおい、これどういうことだよ。おい友達、思い出したんだよ、赤い服の女のこと。どっかで見たことあるなって、ずっとモヤモヤが引っかかってたんだよな。イエイイエイ。そうで、どこだったんだ。俺がこの間歯ブラシを買いに外出した時にさ。おお、ストーキング、ストーキング中です。俺、でじっと見つめてくる人がいたんだよ。すっごい分かりやすいレベルで爽快だな。うん、あーまた洗濯だ、セーブしとこう。はい、セーブしまして。なんか妖怪みたいだな。それからどうなったんだ。まあ妖怪みたいだなって言ってみたいな。はい。わ、また減ったよハートが。なんだこれ、ずっと無言でこっちを覗いてくるからさ。俺も負けじと見つめ返したんだよ。いや何してんの、っていうかブルセラ。もうツッコミどころが多すぎるんだけど。見つめ返すな、不審者が増えちまったじゃねえか。その人が肉じゃが持ってきたな。待った、お前の声でかくない。どうでもいい、こいつがちっちゃいんだよ。おかしいだろ、ストーカー女と比べてみても一回りどころか二回り三回りもでかいぞ。ほんとだ、よしこれ大丈夫だな。いや歪んでる。いや加工アプリ使うな、何が大丈夫なんだ。あー全然気づかない鈍感な友人、面白いな。玄関の落書きもそいつが書いたのかね。他にも被害とか受けてないのか。被害か、実際に出会って何かされたってわけじゃねえんだけどさ、先月ぐらいだったかな、夜中にベッドで寝転がりながら動画見てたんだよ。うん、まさか、おいやめとけおい言いたくない、口に出して言いたくないわ。参考にしてもいいけど実用はすんなよ。え、物音来たぞ、ついに来なすったぞ。玄関の方からか、なんだろう、見てみるか。あ、歩いてる、来てるって、来てるって、赤い女が。え、覗き穴怖。そして覗き穴見たらさ、あ、これはそっか、前の話ね。うん、うーめっちゃ怖い、赤い目があったんだよ。おー怖ー、それで誰かいるのかなと思ってすぐさまドア開けたんだよ。恐れを知らないのか、本当だよ。ドアの向こうは、開けた、心臓強、誰もいなかったよそれで済んじゃうの、止まれやストップ。うん、マジ何だったんだろうね。そんな経験しておいてよく笑えるな。セーブします。はい、セーブしまして、まあ大丈夫そうで何よりだよ。もしくは、もしかしてすでにお薬をお実用しておらっしゃる。でも確かにいたはずなんだよな。不思議体験アンビリバボーなんだよな。めっちゃ減ってるしな、ハート。それって周りはよく見渡したのか。いや特には。もしかしたらドアの後ろに隠れてたのかもな。音怖え、顔怖えなんちゃって怖。なるほど、その発想はなかったわ。やっぱり藤尾はすげえな。だからその笑顔おかしいこれどうなっちゃうの、この先。物音、あ、現実ね。気のせいか、敏感になってるな。唐突だけど、なんか欲しいもんある。唐突だな、本当に急だな。ストーカーについて話し合わなくていいのか。欲しいものをね、セーブします。はい、セーブしました。奴隷、金、フォロワー、もう奴隷でなんだそれ。あ、だけど減ってないよ別に。このセンシティブな時代に奴隷欲しがるの。ちなみに奴隷を雇用して何をさせるつもりなんだ。俺のツイッターをフォローさせまくるよ。なんために。なんか俺フォロワーが少ないんだよね。いる、こんなにフォローしてるのにな。ツイッター向いてないんだろうか。全然返されてね逆に何をフォローしてんの。アイアム主人公、ツイッター始めちゃいました。どんどんフォローしてほしいか。なんちゃって絶対フォローされねえ。これツイッターのフォロワーをか。じゃあ今ここでプラス1されるな。俺がフォローするよ。わー優しい友人、優しい友よ、
俺リアルとネットは分けて考えタイプの人間だから遠慮しとくわ。断るな。そっか。かわいそう。まあそういうタイプの人もいるよね。って俺の些細な願望ってどうでもいいんだよ。急にそんなこと聞いてどうした。うん、ほらついさっきさ赤い服着た女の人と目が合ったって話したじゃん。うん、あああれか。これねもう歪んだままだけど、あの話には続きがあって、目が合った後にさ、うおー、なんかこっちに向かってずんずん歩いてきたんだよ。おお、目が合ったら近づいてくるって昭和のヤンキーかポケモントレーナーぐらいだぞ。そして聞かれたんだよ、今何か欲しいものありますかって。宗教誘ってくるおばさんみたいだな。なんて答えたんだ。歯ブラシが欲しいです。あー、歯ブラシ買いに行ってたこいつ。普通に答えちゃってる。お前歯ブラシフェチなの？洗面台にも大量あったけど。違うけど。へっ、そんなに恥ずかしがるなよ。俺だって洗濯機フェチだぜ。おいおいおい、やめろ、言わせるな。洗濯機の喘ぎ声ね。知ってる、その動画見たことある。めちゃくちゃそう聞こえるんだよね。いや言わせんな。農館の際の棺は洗濯機にしてほしいぐらいよ。ちなみに縦型な、どうでもいい。ドラム式やったら遺族の人らと目が合っちゃって気まずくなるだろうしな。あはは、いやそこは笑わないんかい。ん？歯ブラシ？今さっきなんて言った？え？いや言わせんな。そのサイトにそんなんねえだろ。違う、その前だよ。洗面所に歯ブラシが大量にある。あー、それだよそれ。なんか歯ブラシじゃ買った覚えないのに大量だったんだよ。不思議だね。ん？あれ、お前が買ったわけじゃないの？いや、知らないな。言われて確かに歯ブラシがたくさんあるなって思ったよ。いや気づけ。もっと早い違和感あるや。歯磨くときに嫌でも目につくだろうが。なんだこいつ。そういや、壁にあんな落書きがあるってことはすでにストーカーに住所がバレてんだよな。おう、そして玄関の前に来たり、肉じゃがを届けてくれるほどのアグレッシブさ。歯ブラシが一人でに増殖するわけはないことを鑑みるに、気づけ気づけ。勝手に家の中に入られてる。そりゃそうだ。わざわざ家の中に侵入して歯ブラシをたくさん送ってんのもわけわからんけども、ね、念のため家の中に盗聴器とかがないか調べとくか。おお、大事大事。まあないだろうけど軽くさっとな。いやもうされてるって絶対に。5分後。予算ありましたな。え、そうだろう。多すぎねえか。まるで盗聴器のバーゲンセールだ。ざっと調べただけでもこんだけあるって、もっとしっかり探したらさらにあるんだろうな。そんなことより、海行こうぜ海。バカかこいつ。めっちゃいいから走る。行くのは警察署だバカし。はよ着替えてこいバカ。あいつそこが知れねえな。はあ、あんな落書きを放置してる時点でおかしかったんだ。さっさと国家権力になるべきなんだよな普通。あいつが服着るまで暇だな。お、まだなんかあるの？もういいって。また物音。あいつがどったんばったんしてんのか。いや、洗面所の方から聞こえねえな。ん？俺の後ろの方から。え？え？後ろってクローゼットじゃ。いる！中にいらっしゃるよ。扉が開いた。クローゼットから何かが出てくる。いやもう出てきてる。まさか。うわあ、怖え。ああ、殺される。バッドエンド、シベリア並みの好感度、意味がわからん。え、ヒント、当たり障りのない選択肢を選ぼう。ストーカーさんはクローゼットの中で全部聞いてるぞ。ああ、そういうことか。あのハートってストーカーさんからの好感度なんだ。そんなもの意識したくねえ。はい、ってことで、最初の選択肢まで戻ってきました。肉じゃが。なるほどね、人が食うもんじゃねえなって言ったから、あれストーカーさんが傷ついたんだ。あー、じゃあま、ストーカーに聞かれてるって思いながらこれ選択したけど、これめっちゃ面白いねこのゲーム。びっくりしたわ。まあまあだな、じゃなくてもう最高に美味しい、もう料亭レベルって言いたいわ。はい、もうまあまあだな。あー、上がった。ストーカーさんの好感度上がった。待って、これさ、好感度上げすぎたら逆に俺が好かれるんじゃない？まあ分からん、やってみよう。まあまあいけるな、いいね。ってことで、
当たり障りのない、まあいいストーカーさんにとって嬉しい選択肢をしていきましょう。でもなんだろう、口内炎を噛みつぶした時のような味があるんだよな。隠し味になんか入れてんの？実はこれもらいもんだからって感じだよね。で、これは変わらずかな。はいはいはい、まあ進んでいきましょう。はい、続いての選択肢やってきました。ストーカーさんに見られてるこちらの映像を見ながら、なんか妖怪みたいだなって言ったら傷ついちゃうから、それからどうなったんだって作曲聞こう。ああ、好感度増えるんだ。なんでずっと無言でこっちを覗いてくるからさ。俺も負けじと見つめ返したって話は変わんないか。オッケー、じゃあ次の選択肢に行ってみましょう。はい、続いての選択肢、覗き穴を見て赤い目があってドアを開けたら誰もいなかったと。で、まあ大丈夫そうで何よりだようにしてみましょうと。はい、でも確かにターザンだよな。不思議体験アンビリバボって感じで次行ってみましょう。はい、そしてこちらの選択肢、欲しいもの、これさ難しくね。奴隷、金、フォロワー。まあ奴隷じゃないだろうし、待って、でもさ奴隷の時さ好感度変わんなかったよね確か。金じゃないだろうし、フォロワーかな。フォロワーにしてみるか。変わんないな。まあこれはこれでいいのか。フォロワー、人生の、それは自分の力で掴み取る予定だよ。どうでもいいな。俺が言ってんのはツイッターだよ。なんか俺フォロワーが少ないんだよねって話は変わんないか。オッケー、じゃあ次何かあったかな。はい、最後の方までやってきました。あいつが服着るまで暇だなと。海には来ません。警察に行こう。後ろから物音。さあこっからどうなるんだ、どう変わるんだ。クローゼットじゃ。来るぞ。出てくる。扉が開いた。これ変わんないかな。でも好感度高いよ。まさか。怖え。ホート出すな。なんてね。そんな、いるわけないよな。出なかった。俺諦めきれねえよ、海。エンジョイしようぜ。バカか。諦めろ。そもそも今は冬だ。頭おかしいのか、バカ。あまり彼のことをバカだバカだと言わないでもらえますか。腹が立つんですよね。出てきた。あ、はい。え、うわいるうわ画面がうるせえ。お静かに。あ、はい。はい、あれ、後ろの方どうなった。お前はさっさと服を着ろ。普通に話すの。俺さ、バカだからよくわかんねえんだけど、人の家に勝手に入ったら犯罪なの？バカかこいつ。その前振りから本当にバカみたいな発言するんじゃないよ。犯罪に決まってんだろ。愛さえあれば合法です。違法です。エゴで法を塗り替えるな。なんでもないです。顔怖え。じゃあなんで俺の家にいるんですか。お前はブレねえな。その冷静さが羨ましいよ。我慢できなくてつい入っちゃいました。人が理性を失えばそれはもうただの獣だよ。お前は畜生なのかい。殺すぞ。なんちゅう顔だよ。ごめんなさい。失礼、熱くなってしまいましたね。大丈夫です。あなたが悪い人じゃないってのは分かってますから。これ多分女性だよね。うん。あ、好感度高いから分かってくれたんだ。え、あ、そりゃクローゼットの中で聞いてたなら分かるか。いや、それ以前してたんかもな。あんなに盗聴器仕掛けてんだから。おい、絶対に許さんか小娘。警察に突き出してやるって、これ全部心の声。声に出したら？だよね。それはちょっと怖いんで無理です。もしも、もしもあなたが悪い人って思ってたら刺しちゃってたかもしれませんね。怖いよ。冗談です。冗談にも思えねえよ。私の手料理を美味しいと言ってくれたり、彼の相談に真摯に対応してくれたあなたが悪い人なわけないですもんね。ノリで適当に答えただけなんだけどな。当たりめえよ。俺のマイベストフレンドだからな。あ、これ良くないよ。その言い方したらね、嫉妬の炎で燃えちゃうよ。いえ、分かってるんです。悪いの私だって。玄関にラブコールを書くのも、肉じゃがに私の血を入れてお裾分けするのも、夜中寝顔をじっと見つめ続けるのも、それ知らねえ。知らねえ罪告白しなかった。結局私がやりたいからやってるエゴで、彼の感情なんて全く考えていなかったんですから。もうストーカーだな完全に。なんかごちゃごちゃ言ってるけど、さっきから左手にチラチラ見える包丁が恐ろしくて何も頭に入ってこない。え、持ってんの。あ、持ってんだこれ。あ、持ってるわ。藤尾さんのように誠に彼のことを考えていない行いでした。あ、改心する。そんな私は彼のそばにいる資格はないのでしょうね。シャバにいる資格もないぞ。あんまり言い過ぎんな。何が何だかよくわかんないんだけどさ、要は
俺と友達になりたいってことだろ。友達になるのに資格なんていらねえや。お前ルフィか。なろうぜ友達に。そして海に行こう。完全にルフィ。お前のその海に対する執着は何なの。友達って前科なら100歩譲ってもなしも現行犯だし止めた方がいいよな。でも怖いんだよな。あ、そうだな、とりあえず俺は関係ないし同意しよっか。まあこの場をねやり過ごすと。そして警察に行こう。あ、その優しさ五臓六腑に染み渡ります。母親のごとき思いやりに感謝を。シャブでもやってんのか。イエーイ、すがすがしい気分。友達見て嬉しいね。シャブ中は二人いた。あんまりシャブシャブ言いませんな。まあなんだ、無事解決しようかな。うん、ウェーイ、最強か。うん、そういえば入った時から疑問に思ってたんですけど。何ですか。なんであんな歯ブラシが大量に置いてあるんですか。お前じゃないの。は、そんなんあんたが勝手に置いとからに決まってるでしょ。いやもう何この怖いの。ちゃんと面白いのにちゃんと怖い。いや確かに一本は置きましたけど、というかあんな大量に置く必要あるわけないじゃないですか。常識的に考えてくださいよ。こいつが常識語る。お前が常識語るのがかぶっちゃったよ。マジ何なんだろうね。わかんないね。まあいいんじゃない。若智子もちっちゃいことは気にするなって言ってるし。若智子ユッティだろ。それ言ってんのユッティだよ。え、というか玄関に落書きが大量にありますよね。警察に相談された方がいいのでは。いやお前が全部じゃないの。こいつはこのかっこのかっこいいフォントで I love you 書いただけ。他は、え、自主。さっき自分が書いたって言ってましたよね。いや私が書いたのは I love you のメッセージだけで、その他の落書きは知りませんよ。まったく迷惑な話ですよ。住んでる人の気持ちを考えないのかしら。お前が言うな。お前が言うなよ。ん、じゃあこの大量の盗聴器も 2,3 個2,3 個は私なんですけど、あとは知らないですね。お前も 2,3 個置くなよ。仕掛けてはいるんだな。え、気づけ藤尾、押せよ。じゃあ俺はそろそろおいとまさせてもらうよ。時間もいいぐらいだしな。ウェーイ、なんだこいつ。ごきげんよう。はっ、怖い怖い怖い。まあ我が友のあのポジティブさなら放っておいても大丈夫だろう。少し考えたのち思いついたことが一つあった。あいつ明るいし優しい性格してるしで、昔からよく女の子に思ってたな。大量の落書き、大量の歯ブラシ、大量の盗聴器。そうか。え、めちゃくちゃいる。ドローンもいる。ストーカーが一人とは限らないよな。あ、トゥルーエンドなのこれ。生還。あ、まあ自分はね、自分は生還しましたけども。あ、エンド。あ、ありがとうございました。いや、あ、ジョイマン。めちゃくちゃ面白かったなこのゲーム。タコのお中元様。あ、素晴らしかったです。いや、なんかねめちゃくちゃ面白かったのにちゃんと怖かったな。あれ、まだ続くの。はあ、昨日は疲れたな。ストーカーが複数人いるって分かっててもあいつは平然と、してそうだな。まあでも自分のことを熱烈に愛してくれる人がいるってのは羨ましいもんだね。そう言ってられるのはもう他人事だからだよ。絶対怖えよ。限度はあるけど。ああ、俺にもなんかいい出会いないかな。ピンポン鳴らしてお裾分けしてくれるような都合のいいお姉さんが来ねえかな。来るわけねえか。来た、なんか来た。運命が俺に味方をしている。来い、清楚でショートボブな美人女子大生。谷口さん、知り合いからみかんをたくさんいただきましてね、お裾分けにどうかなと。ああ、チェンジで。